もう1店舗がパリにあるんですけど、パリと代官山で、サロン同士で連絡を取り合ってるんですけど、そこで海外で流行ってるものとかを取り入れたりで、逆に東京で流行ってるものをパリのスタッフに教えたりして、その結構海外との情報共有というかがかなりできるサロンかなと思います。来ていただいてるお客様だと結構アート系だったりとか建築とかの方が多く、専門職の方が結構話聞いてると多くて、映像とかやってる方が多くて、そういう方が多いので、結構普通のスタイルというよりかはこっち自分たちが提案して、でいろんな新しいものを求めている方が多い気がします。マスターは自分がここに入ってから、その前からずっと使ってて、で自分はもう5年ぐらいずっと使わせていただいてます。前色、結構色味の発色が良かったりとかを感じるのがプロマスターかなと思います。新規の方だと、まあ、インスタグラムから来ていただくことが多いんですけど、それもやっぱ色味を見て、この色綺麗だからって言って来てくださる方が多くて、やっぱりそれ使ってる色とかはプロマスターの色味が多いですね。結構室内と外で撮る写真を撮るんですけど、それでも色が変わってて、お客さん自体も中で撮ったのと外で撮ったのを見せると全然違くてっていうのを言ってくれて、でどっちも気に入ってくださってるんですけど、そこも普通のカラー剤だとあんまり変わらないんですけど、結構透明感とかも全然外と中で違ってくるのですごくいいですね。結構ダメージが毛先にひどい人とかは伝えてて、そこまでお客様も気にしてないようなら、ちょっと逆にいっぱいいろんなことを言いすぎるとあまり伝わらなかったりもするので、分かりやすく伝えるように気をつけてます。根元は 6% のものでいって、毛先はピグメントのものでいってって施術することが多くて、その使い分けを結構気をつけてることが多いですね。ポイントカラーとかも今ブリーチでポイントを入れたりとかをしてる人たち結構いるんですけど、それもあんまりお客様から言われるっていうよりかはこちらが提案して、で、あ、それ考えてなかったからちょっとやってみたいですっていうのとかを言ってもらうことが多いですね。結構自分も美容室に学生の頃行ったりとかしてて、意思疎通を取るのがやっぱり一番大変だと思ってて、カウンセリングの時もやりたくない髪色とか髪型とやりたい色とやりたい髪色を必ず聞くようにしてて、でやりたくないのを絶対言ってもらえると、これにはしないようにというかちょっと避けてよりカバーできるようにできるように気をつけてます。お客様で結構オーダーが多いんですけど、自分自身も好きな色なんですけど、アッシュの10トーンとか12トーン。バイオレットとレッドを結構配合はそれぞれ変えてるんですけど、1対1にしたり2対1とかにしたり変えてやってるんですけど、その色味も結構人気で、ピンク系か青が好きです。すでに抜けている髪の毛の色が少しオレンジ寄りだったので、赤みを消したくってマットのものとあとモノトーンを混ぜてるんですけど、それだけだと結構赤みが消えなかったりとか、退色してきた時に赤みが出てきてしまうのがちょっと気になるので、その施術した後、施
施術後の綺麗な色と、あとお客様が生活するその後生活する上で色落ちしても綺麗なようにしたいので、 EG を 20% ぐらい入れて、ちょっと色味を、緑の色味を強めにしました。ビフォアはオレンジが結構強かったので、マットとモノトーン混ぜてプラス EG 入れたことで結構緑が出るのと、トーンダウンしてるんですけど結構透明感、ちょっと透けてる感じ、柔らかい色味になってます。でモデルさんブリーチ化石してるんですけど、それでもピグメント入れるだけで結構ツヤが出てます。